最近泥棒がお寺に非常に来るんですよ。毎週日課のように通い詰めて泥棒さんもいるし、で一人もう賽銭泥棒をこの間捕まえたんですけど、また変わった泥棒というか、いろんなやっぱりね泥棒さんいるので面白いのがいたんですよ。午後ですね、夕方にも近い午後で、こう部屋で作業してたら、そしたら玄関の方でね、ごめんくださいっていう声が聞こえたので、で、まあ誰かお客さん来たなと思ってスーッと行ったんですよね。で、ちらっと姿見たら、なんとなくね、この人おかしいっていうか怪しい。まあ、明らかにおかしいだろうっていう人だったんで、で、ちょっとごめんください、ごめんくださいって何回か呼んでるんだけど、知らん顔してずっと見てたんですよね。そしたら、何を考え始めたのかわかるんですけど、玄関の中から、玄関の中入って、内側から鍵を閉め出したんですよ。で、鍵を閉め出して、今度どうするのかなと思ってたら、玄関入ってすぐのところに、伊達天様っていう仏さんがあって、そこにちっちゃな賽銭箱があるんですけど、その賽銭箱にね、手をかけて、で、わざわざお金を取ろうとしだしたんですよね。で、まあ、ちっちゃい賽銭箱だったらそのまま持ってっちゃうんでしょうけど、結構重かったので、で、一生懸命中からお金出そうとしてるんですよね。で、ああ、やってるなと思って、で、まあ、しばらく、お金に手をかけるまでちょっと見といて、で、お金に手をかけたところで、ほらーって言って出て行ったんですよね。で、そうしたら、まあ、びっくりして、もう、腰抜かすっていう状態ですね。本当に腰抜かすってああいうことだなっていう。もう仰天して動けなくなってるって感じです。それで、まあ、自分で鍵買って、内側から鍵買って逃げ道を立ってるので、逃げようにも逃げられないっていう状態ですよね。で、まあね、その、気の弱そうなおじいさんでしたね。で、まあ、歯向かってくることもなくね、で、すいませんでした、すいませんでした、つい出来心で、とか言って、何が出来心で、見てたら計画的犯行でしょ。中入って、お客さんが来るのが怖いわけですよね。声かけて、あ、お寺で広いから、誰かいたとしても、パッとお金取って、取れるだけ取って逃げてったら大丈夫かなと。だから、怖いのは、お寺なのでお客さんがやっぱ来られるので、誰かが来たらまずいと思って内側から鍵かかってるんですよ。でもせめてどっか開けて逃げ道を確保しといてやるんだったらわかるけど、こんな間抜けな泥棒さん初めて見たって言って、で、その話をして、そしたらもう本当すいません、本当に申し訳ございません、出来心でって言ってね、で、まあ、おじいさんでね、本当にもう歯向かってくることもないし、まあ、本当に、なんていうのかな、こう、いい年してね、もうちょいこんだけのことを考えて、賽銭泥棒してやって、お寺まで来て、まああちこち多分コソ泥やってると思うんですよ、いろんなお寺で。で、お寺とか神社とかね、結構コソ泥が多いので、賽銭泥棒に行ってると思うんだけど、まあもうちょっと、なんとかね、やることを見つけて、そんだけ体が動くんだったらね、そんだけ悪知恵が働くんだったら、何かやることを見つけて働いて日銭稼いだらいいのにって。だって賽銭泥棒をやったってね。で、まあうちみたいなお寺で、伊勢神宮とかみたいに一万円札がボンボン放り込まれる賽銭箱だったらいいですけど、拾ってみたところで何百円ですよ。まあ拾ってみたところで数千円ですよね。まあ数千円入ってるかどうかわかんないのちっちゃい賽銭箱で、手かけるぐらいだったら、バイトでもした方がいいんじゃないかなと思うぐらいの、まあ、コソ泥ですよ、本当に。で、まあね、警察に突き出すかどうかって言うんだけど、まあ、うん、ね、まあ、この間抜けな泥棒やらないでよって言って、まあ掃除させて、で、ちょっとお小遣い上げて返したっていう状態なんですけど、昔から、うちのお寺は、代々って言ったら変ですけど、泥棒さんには結構寛容な、お寺で、私の小さい時もね、結構こう、父親が、師匠が出かけていない時に、私、兄貴と、まあ僕と、妹の兄弟、三人兄弟いるんですけど、まあ母親がいて、で、
ね、父親、住職である父親が外に出てる間に、で僕ら3人が、まだちっちゃい時にね、母親が台所でご飯作りながら、まあ、子供たちがちょろちょろしてる時にね、勝手口から、包丁を持った人が入ってきてね、それで、帰りなせとか、そういうことはね、しょっちゅうありました。だけど、まあ最初の頃は母親もびっくりして、とんでもないところを嫁に来ちゃったと思ったでしょうけど、しばらくいるうちにね、だんだん母親も肝も座ってきて、で、僕らはね、怖い人が来て、うわ、怖い怖いぞって言って、ね、兄ちゃん、怖い人来てるぞとか言って、こう隠れて、そういう様子見てるんですけど、そうすると台所からね、母親が、まあ大きい声でね、で、なんでそんな何も働かないで食べる人がいないのとかって言って、で、まあ、お母さん怒って大丈夫かなとか思いながら、僕らも怖いから、外出ていけないんですよね。で、こうかけてさ、見てると、そうすると、まあ、母親も偉いもんでね、で、外へ、引っ張り出して、ほうき持たせて、で、まあ、午前中、2、3時間、庭掃除させられて、で、お昼ご飯一緒にこう、お雑煮とか、台所で、みんなでね、泥棒さんと一緒に台所で、お雑煮食べて、で、なんかいくらか多分お小遣いもらって帰っていくと。で、そういうことが結構しょっちゅうあったんですよね。だから、この人誰っていう人が突然食卓に一緒に座ってるっていうのことがあって。で、まあそんな感じで、まあ、昔から泥棒には寛容な寺だったんですよね。っていうのも、まあ、うちのお寺も私の師匠ですよね。今の住職。私副住職なんで、今の師匠が、30代目なんですよ。30代目の住職なんですよ。だから、もう室町時代の終わりぐらいから500年以上続いてるお寺なので30代目 の、 住職なんですけど、実は、7代目ですよね。7代目の住職さんに満室長吉さんっていう人がいるんですけど、お嬢さんもね。で、この満室長吉さんっていう人は実はですね、大泥棒があったんですよ。で、まあ大泥棒がやっぱりね、そのお寺を荒らすっていうことで、まあ当時の住職さんが本堂で寝てたんですよ。で、当時の住職さんって妻帯って家族を持ってないので、お坊さん一人だけですよね。で、お寺で、まあ夜な夜な泥棒が入るからっていうことで、まあ、本堂にですね、まあ持って帰るものってそんなになかったと思うんですけど、当時は。大切な、やっぱり仏さんとかね、ご本尊様を持ってかれちゃうと困るわけですよね。なので、住職さん自ら本堂へ出て寝てね、で、泥棒の番してたんですよ。そうしたらね、来たんです、ある晩。ぎしぎしと、きしむ本堂を徘徊して、それで一通りね、回って、で、まあそう取るのもなかったんでしょうけど、なんかちょっと再生ぐらい取ったかもしれないですけど、外で出て行こうとしたら、本堂で寝てた住職さんがですね、帰り際にですね、悪いなぁ、何も取るものなくて、って言ったらしいんですよね。で、それを聞いて、その泥棒さん、見つかったっていうことと同時に、それを聞いてね、まあその場で力が抜けてしまって、なんとその時の住職さんに弟子入りしたんですよ。それで、まあその方が7代目の、うちのこの福厳寺というお寺の住職になってるんですよね。だから昔から泥棒を大事にしろっていうわけじゃないですけども、泥棒さんに対しては寛容なお寺だったのかなと。だから私もね、そうやって泥棒が入ってきたから、まあそろそろ物騒な時代なので、隣のお寺さんとかだと、この間もちょっとお葬式で会って話してたんですけど、泥棒がやっぱり出て、賽銭泥棒が出て捕まえてみたら中学生だったって。で、その、まあ、警察が来てね、そしたらまたお前かよみたいな感じで、常習の中学生グループがいるらしいんですよ。神社とかお寺とかを、賽銭泥棒に回ってるやつが。それで携帯電話で親に電話しろって言って、親に電話して、させて。で、親に電話して、親が出たら、いや申し訳ございませんでしたとかっていうんじゃなくて、警察の方いらっしゃるんで警察に代わってもらえますかとか言って、住職さんに何にも謝りもなく警察に代わってくれとか言って、警察に代わって警察の方とそのね、盗っ人と働いた中学生の親と話してたっていう感じで、まあどうなってんだって怒ってましたけど、でも
まあね、そんなんで、まあ、泥棒さんはお寺にはよく来るんですよ。で、まあ私もね、うちのお寺も泥棒だって捕まえて警察に引き出すっていうようなことを今まであんまりしてこなかった。私の親もね。で、私も泥棒を見つけたときは、ただでは返さんですけど、やっぱりこう、ちょっととっちめて、掃除させてね。で、くたくたになるまで掃除させて、お腹空いてるんだったらご飯食べさせて、まあ、ちょっとね、お小遣いぐらいあげて返すってことは、すると思うんですけど、まあ、本当に、泥棒に入るって結構なね、リスクを犯して、やっぱりやるわけですけど、やはりね、何にも働かずに食べていくっていうことは、それはやっぱり、いいことじゃないし、まあ、当然のことですよね。人のものを取るのが悪いとかいいとかっていう道徳の問題じゃなくて、泥棒に入って、いかに人に見つからないように物を取ろうかという知恵が働いて体力があるんだったら働けっつうのっていう、そういう話ですよね。働いてほしい。で、やっぱり、まあ、どんな仕事でもいいので、働くって言ってもね、今の時代、なかなか、そんな、働き場所がないとかね、働いてもなかなか、もうそもそも仕事がないとか、中途半端に働いて、日銭にもらってもね、しょうがないとか、いろいろ、そういうふうにね、思う人もいるかもしれないですけど、でもね、泥棒できるだけの体力と、まあそこそこ知恵があるんだったら、働いた方がいいと思うんですね。で、働くことによって、いろんなご縁もあるし、いろんな人間関係もできてくるし、そこで自分を勉強させてもらえるし、金が入る以上のことが手に入るっていうのが人生の財産だっていうことを、お寺で私もいろんな人たちがお寺やっぱ来るので、で、見させてもらってて。でまあそんな話だんだんしていこうと思うんですけれど、お金が全くないと。だけれど、かろうじて体が動くであれば、できることはいっぱいあります。じゃあ何をやったらいいのっていう時の発想力がやっぱないと、まあ、仕事はできないと思うんですよね。泥棒さんっていうのを見ててね、この人こんだけ知恵が働いてこんだけ体力があって、この間捕まえた泥棒さんもね、こんだけ、まあ、年は取ってるけど、気の弱そうな おっちゃんですけど、でもこんだけやっぱりね、悪知恵働かして取りに来ようって言って来るんだから、リスクを犯してこの人に仕事を教えてあげたいなと思うわけです。で、まあその人の場合はね、掃除してもらってお小遣いやって返したっていう感じなんですけど、彼が本気でね、金ないんです、どうしたら自分は食べていけるんでしょうかって言ったら、ね、2、3日泊まり込んだら教えてやってもいいかなと思うぐらい教えて差し上げましたよ。でもそれぐらい、まあ、私もお寺にいていろんな人生を見させてもらってきたので、まあ、自分を食べていくことは全然怖くはないんですよ。体さえ元気だったら、家族食べさせてくれたら、なんとかお坊さんの仕事なんかなくても家族食べさせてくれたら、いろんなヒントがある。だし、元金を作ってそこから、まあ、お金をね、さらに大きなビジネスに発展させていくんだったら、まあ、いろいろあるけど、まあ、私の場合ビジネスを勉強したっていうよりも、いろんな人生を見てきて、で、まあ、自分もいろんなビジネスをやってみて、で、自分が食べていくとか家族はとりあえず食べていくってことに関してぐらいだったら、いろんな発想が出てくるっていうことですよ。で、それをどういうビジネスがありますかじゃなくて、自分でビジネスこういうことやってみたらお金になるなっていうことがいくらでもやっぱ思いついてくるっていうのが財産だなと思ってますね、僕はね。だから、まあ、もちろん私も会社もやってますし、お寺もお坊さんとしてもやってますけど、でもこの会社ダメになったら もうちょっと違う会社やろうかなとかっていうことをいくらでもやっぱ思いつくわけですよ。で、とりあえずお金稼ぐっていう目的だったら、
悪いことしないせずに、ね、泥棒したりとか堂々と家族とか子供に胸張って言える仕事であればいくらでもやっぱり思いつくんですよ。で私の場合は、まあ、それが好きだし目的もあって、例えば整体院であったり健康に関するビジネスであったりとかコンサルタントとかそういうことやってますけど、それ以外の仕事で何かやれって言われたら、それなりに自分でこうやって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 って言って、でその月に100万稼ぐってのはそんな難しいことじゃないのっていうのは自分の中である。それはなぜかって言ったら、やっぱりいろんな人たちと関わっていろんな人生を見てきて、でああなるほどこういうビジネスやってこういうやり方しててこういうお付き合いを人々としてるっていう人は栄えるんだなと。で同じビジネスやっててもこういうタイプの人はやっぱり衰退していくなっていうことをやっぱりお寺で見させてもらってきたので、じゃあこういうあり方をしてこういうやり方をしてこういうビジネスを選んでやっていけば今ねあのお金入ってくるんだなっていう、そういうヒントの引き出しっていうのがいっぱいあるっていうことですよね、うん、なのでまあ変な話、優秀な泥棒がいたら捕まえてうちの社員にしようかなって思ってるぐらい物騒な時代だけれども、やっぱりお金がないって言って困ってくる人たちにお金をただあげて、もしくは恵まれない人たちに炊き出しをやってあげてっていうだけじゃなくて、お金以外の部分でね、なんとかこう自立してもらったり生き抜くための知恵っていうものをお伝えしていくっていうことをやっぱりやりたいなっていうことを思うんです。なのでまあちょっと取り留めのない話になってしまったんですけども、まあこれから、うん、この間もやっぱりね年末にかけてまた泥棒さん増えるだろうなと思ってるんですけども、お金がないっていう人たちでも泥棒してでも金を手に入れようと思うぐらいのエネルギーがあるんだったら、働いて金を稼ぐ、どういうことしたらお金が入ってるかっていう知恵をつけてあげればお金稼げるようになるなと思いながらいつも泥棒さんを見てます。かといってそうかって、ね、タワさんとこのお寺へ泥棒に入ったらなんか食わしてくれるのかなとかっていうふうにして思わないでください、ね、でもいずれにせよそんな話少しずつしていこうと思います。これからちょっと、バンバン動画を配信していきます。なので、メールもしていきます。なので、まあ、それを見てね何らかのヒントにしてもらったらいいかなと思います。じゃあ、今日はちょっと泥棒さんの話でした。